そして今日の本題いきましょうか。はい、今日紹介するのはですね、アメリカンスナイパーっていう映画で、はい、これ今アメリカで大ヒットして、すでになんか、2億ドルを突破してるという大変な事態になってます、はい。でこれ、日本では2月21日公開なんですけども、これアカデミー賞の作品賞にもノミネートされましたね、うん、はい。でこれはクリント・イーストウッド監督ですね、あの名優の、はい。で、アメリカンスナイパーっていうのは、あのスナイパーっていうのは分かりますよね、はい、狙撃手、狙撃手ですね、はい、これあのアメリカの中での最強部隊のですね、海軍の特殊部隊ネイビーシールズの中の、狙撃だった、クリス・カイルっていう人の、まあ、あの語り下ろしを本にしたものが原作なんですけれども、うん、彼はイラク戦争でですね、確認されたものだけで160人以上の敵兵を射殺した男なんですね、うん、はい。でただ、まあ、その人の役をですね、あのブラッドリー・クーパーという俳優さんが演じてます、はい。この人は自分自身でこの映画の 原作の映画権を買ってですね、制作して、まあ、アカデミー賞を取るためにこの映画を作ってですね、ちゃんとアカデミー賞の主演男優賞にノミネートされましたね、はい。でこの映画は今アメリカですごく大問題になってるんですよ、うん。じゃあもうズバリイラク戦争のことを描いている、イラク戦争のことを描いていることも問題なんですが、一つ一番大きな問題になっているのは、160人も殺した狙撃手をヒーローとして扱っていいのかどうかっていう問題になっています。で、あの、歌詞911っていうあの反イラク戦争のドキュメンタリーを作ったマイケル・ムーア監督は、はい、あのツイッターで、ですけども、狙撃手っていうのは、狙撃兵っていうのはずるいやつだろうと、うん、そんなやつは英雄じゃないっていうツイートして、それで炎上したんですね。狙撃兵というのは要するにどこから撃つわけじゃないですか、相手に気がつかれないように、ね、うん、それは英雄じゃないっていうふうに言ったんですよ、マイケル・ムーア監督が。マイケル・ムーアは、はい。で、あともう一つの問題は、要するに160人も殺してるだけじゃなくて、この人その本の中でいっぱいいろんなこと書いてて、殺したこと全く後悔してないと、うん、俺が殺したのは野蛮人どもだって言ってるんですね、イラク人なんですけども。で、まずすごいのは、この映画の頭でも出てきて、この原作の頭でも出てくるんです、この人が生まれて初めて殺した人は女の人なんですよ。自爆 イラク軍、イラクにそのアメリカ軍が入って2003年にあの、まあ、侵攻しましたけれども、はい、その時にその自爆テロをしようとしてですね、爆弾を持った、女の人が出てきたんですけど、その人を射殺してるんですよ。は、最初に殺したのは女の人なんで、もうこれ英雄って言えんのって問題になってくるんですね、うん、確かにね、まあ、自爆テロをしようとしたってことはあるんですけどもね、うん、はい。映画の中ではもっと強烈にその女の人の子供を先に殺すことになってるんですよ。子供ですよ。なるほど、自爆テロを10歳かそこらの、これを英雄って言っていいのかと、うん。でもう一つは、そのイラク戦争そのものはいい戦争じゃなくて、うん、あのまあ、911テロ その、黒幕はイラクなんだっていうふうにブッシュ大統領が主張して、さらにイラクは核爆弾を持っているというふうに言って、うん、それで攻め込んでみたら、うん、その911テロと何の関係もなかったし、うん、あの核兵器も見つからなかったんで、完全なそのイカ様の、動機によって戦争始まった戦争なんですね、うん、大量破壊兵器なんて言ってましたもんね。大量破壊兵器なんかなかったわけですよ、うん、でっち上げだったんですけど、ブッシュ大統領の。ところがこの映画の中では、その911テロをその主人公のクリス・カイルがテレビで見て、ですぐ次のカットはイラクに、あのなんていうか、侵攻するんですよ、彼が兵隊として、うんうん、それを見ると、まるで911テロの犯人はイラクだったみたいな感じになるんですよ。ああ、そういうつながり見えますね、確かに、すぐそう。そうだ、これはブッシュがでっち上げたことを補強するような映画なんじゃないかと、うん、いうことでものすごい非難されてるんですね。なるほど。でそれに対してその、まあ、イラク戦争とかブッシュをその擁護する側の、まあ、共和党とか、を擁護する側の保守的な人たちは、あのこの映画は英雄の映画なんだと、うん、でこれを批判するやつはこの国から出ていけとか言ってるんですよ。だ、さっき言ったアンブロー君と同じなんですよ。アンブロー君見たいとかいうやつは日本から出てけって言ってる人が今ネットにいっぱいいますけども、うん、全く同じですよ。でもう昔副大統領候補だったサラ・ペイリンっていう人がいるんですけども、はい、その人とかはそのこのなんだ
映画そのアメリカンスナイパーをその批判してるやつらっていうのはみんな左翼どもだ みたいな話をして、うん、でこいつらはそのクリス・カイルっていうその主人公の靴を磨く資格もないとか非国民だとか言ってるんですよ、反米だとか言ってるわけですよ、ヒットしてるけれどもそんなに分かれてるんですよ、はあ、見方はね、要するにこの映画を要するに良くないっていう人はみんな反米なんだっていうふうに言ってる人たちと、はい、この映画はそのイラク戦争をそのまあ擁護してでものすごい大量虐殺をした男っていうものをあの映画扱いしてる危険な映画なんだっていうのがぶつかり合ってるんですよ。クリント・イーストウッドさんはどういう人なんです？そういう、ね、はい、会ってきました。あ、会ってきてちゃんとしっかり話してきました。あ、そうですか、はい、はい、はい、でとにかく、まあ、そういう論争が起こっているということに関して、うん、まず、まあ、ちょっと置いといてですね、はい、イーストウッドさんの答え出しちゃうと面白くないんで、なるほど、そう、この映画とにかくもう最初から最後まで殺しまくるわけですよ、イラク兵をバン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 撃って撃ってこの、うんうん、あのブラッドリー・クーパーが、はい、ね、でこのシネビーシールズってのは大男ばっかりなんでブラッドリー・クーパーって痩せた人なんで体重ものすごく増やしてガチガチの体になって出てますけど、はあ、はい、でガン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 殺していくんですね、うん、であのなぜ160人も殺したっていうのはその確認ちゃんとしてるんですね、ちゃんと、うん、っていうのは狙撃っていうのはあの弾を撃つと反動でライフルが跳ね上がっちゃうんで照準から外れて何も見えなくなっちゃうんですよ、だから当たったかどうか本人は確認できないんですね、だから別の兵士がその双眼鏡でずっと見てて当たったかどうか確認するんで160人ってのは確実らしいんですね。そうなんですね。そうで、まあ、どんどん殺していくんですけども、うん、じゃあこの人は英雄なのかっていうとこの映画どうも違うんですよ、うん、この映画見ていくとその家に帰ったりするんですね、あの途中で4回行ったり来たりしてるんですよ、アメリカとそのイラクを彼は、はい、クリス・カイルは、はい、で帰ってくるたんびに奥さんがこの旦那おかしくなってるって思うんですね、はあ、なるほど。で原作だと奥さんのちゃんとしたコメントが入ってて、帰ってきて、うん、うち旦那帰ってきたけど旦那おかしいって書いてあるんですよ、はい、で旦那の方は全然平気だよとみたいなことを言ってるんですけど全然矛盾してるんですけど、うん、どういうのおかしくなるかっていうとまずそのちょっとした音がガーンと外で鳴ったりするためにピカーッとするんですね、この人クリス・カイル。なるほど、はい、で車で走ってて後ろから車がなんかついてくるとドキ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 しちゃうんですよ、うん、要するにもう非常に危険なところにいたんで、うん、もういつもビクビクしてる状態なんですよ、まあ、そうなりますよね、神経がね、そう、犬がワンワンと吠えるとその犬を殺そうとするし、うん、で娘が生まれて病院に行って産院に行くとその娘が泣いてるのにその助産婦がほっとくんですね、まあ、あの看護婦さんがほっといてるわけですよ、娘が泣いてるの、はいはい、なぜうちの娘をほっとくんだ、なぜほっとくんだ、なぜほっとくんだってなっちゃうんですよ、ヒステリックになっちゃった、頭もうバーってぶつけちゃうんですよ。これブラッドリー・クーパーって人はこの前にアカデミー賞にあのノミネートされた時あの、世界に一つのプレイブックっていう映画だったんです、はいはい、それも怒りがコントロールできない男の話だったんですよ。そうでしたね、はい、またしてもやってんのかって思いましたけど、うん、怒りコントロールできない役うまいんですかね怒りコントロールできない役ばっかりやってるんですけど、まあ、リサーチしたんだと思うんですけど、であの原作の方読むともっとすごく怖いこと書いてあって心臓の鼓動とかその脈あの血圧がおかしくなっちゃうんですね、この、クリス・カイルは。でおかしくなった時に銃に触ると止まるんですって、異常な脈拍が。だからいつも銃を持ってて寝る時も持ってる、肌身離さず持ってる状態になるんですよ、家に帰ってアメリカでも。でこれは要するに典型的な PTSD なんですよ、うん、そうですね、いわゆるポストトラウマ症候群ってやつなんですよ、うんうん、もう実はそのイラク戦争に行った人の2割がこうなってるって言われてるんですよ。でイラクアフガン戦争が始まってからですね、あのもう10年以上経ちますけれども、その間にアメリカで PTSD が原因で その無意味だったり無差別だったりする殺人事件っていうのは150件超えてるんですよ。要するに拳銃肌身離さず持ってる上に怒りがコントロールできないわけですから、はい、なんかあると撃っちゃうわけですよ。戦場じゃないところで100人もアメリカ国内でですよ、150件以上起こってるんですよ、イラクアフガン機関兵によるその PTSD を原因とする無差別殺人が。でほとんどの被害者は奥さんですね。あ、家庭内で。そっか、だから無差別じゃないですけどカッとなった時に撃ち殺したわけですよ、うん、殺したり。
でそういう状況になってくるんですよ、だん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 この、そこら辺あのアメリカンスナイパーは描いてるんですね、その戦場のっていうのもそうなんですよ、ありながら、はあ、そうだからね、この要するにこれは戦争を賛美してる映画だから良くないって言ってる人も、賛美して何が悪いんだって言ってるその右側の人も両方とも間違ってるんですよ、全く賛美してないんですよ、うん、この映画戦争は、主人公全く英雄じゃないんですよ、どんどん壊れていく男なんですよ、はこれだからね、どこを見てるんだと、だから、うん、あのアンブロークの場合には映画見てないのに批判してる人がいっぱいいて問題だったんですけど、これ見てるのに分かってない人がアメリカにもいっぱいいるんだってことはよく分かりましたね、不思議ですね、でも同じ映画見てるのにね、同じ映画見てるとこれ主人公がどんどん壊れていく映画だって分かるんですよ、ヒーローしてないというね、そう、それなのになぜ分からないんだと、右も左もバカばっかりですね、全く本当に最近ね、町山さん心のことで怒ってる子多いですね、その映画がちょっと間違えて取られて、ちゃんと見りゃ分かるだろうと、これはもう壊れていく話なんです。で、クリント・イーストウッドに会ったんですけど、とにかくクリント・イーストウッドって人はこの PTSD で人が壊れていくってことに関してものすごく興味がある人で、すでに映画何本か撮ってるんですよ、これがテーマで、だ彼のちょっと一貫したテーマなんですよ。あ、なるほど。で彼、父親たちの成長期って映画は、あの硫黄島での戦争で、硫黄島での戦争で、はい、その勝った、それで成長期をあの、まあ、掲げた3人の兵士の話なんですね、はい、アメリカ軍の第二次大戦の時の。で、勝って英雄になったにもかかわらず、みんな心が壊れていくんですよ、その話は。はあ、なるほど。で、硫黄島の戦争が終わって、何年経っても全然心の傷が癒えないままなんですよ、うん、で1人はもう途中でのたれ死んじゃうんですよ、酒に溺れて。うん、っていう話が。父親たちの成長期って話だったんですね、はい、それ完全にその頃ってのはまだ PTSD って言葉はなかったんだけど、その頃からあったんですよ、うん、でクリント・イーストウッドにその話でしたら、いや言葉がないだけで昔からあんだよねと、第二次大戦よりも前からと言ってましたね、うんうん、それやってることは変わってないわけですからね、はい、そうで、グラントリノって映画では彼自身がその朝鮮戦争でもう大量 の, その敵兵を殺、要するに、まあ、あの中国兵ですけど、その時は敵はね、中共とかあの北朝鮮の兵士を大量に殺したおじいさんっていう役なんですね、うんうん、クリント・イーストウッド自身が、それデトロイトで、働いてた自動車工場で働いたおじいさんなんですけども、ずっとその、人に心を開かないで来てるわけですよ、うん、でなぜかって言ってやっぱりその時のやっぱり戦争の心の傷がもうおじいさんになっても治らないんですよ。でそのために彼が最後の食材をするって話はグラントリノで彼自身が演じてるんですよね、はいはい、だからずっと彼はそのことずっとやってきてる人だからすごく一貫してるんですよ、今回も。その部分を描きたかったんですね、悲惨さという方ですね。そうだからイーストウッドの映画ずっと見てる人だったら絶対見間違えないのに、間違えてるアメリカ人たちは何なんだろうと思うんですけど、何なんでしょうね本当に、ねえ、分からない俺はみんなバカなんじゃないかと思いますけど、いや、でもいやかっこよかったなって帰るってことでしょ、だからある人たち、そういう映画じゃないよって。でもねこの映画見ると最後本当にお葬式みたいにもう暗くドヤーンと終わるんでね、はい、で要するに160人も殺してきてね、どうなるかって言ったら、これは最後はあのクリント・イーストウッド自身の言葉を借りて言いますけれども、はい、彼は運命に捕まったんだって言ってましたね。運命に捕まる、フェイト・トゥック・ヒムって言ってましたね、うん、まあこれはその映画見てもらうと、その運命に捕まるっていうことの意味が分かると思うんですけど、カルマみたいなことをイーストウッド監督は言ってました、はい、でまあこれは見てもらうとすごいえって感じで、突拍子もない終わり方しますけど、事実なんですけどもね、へ、はい、そうでね、イーストウッド監督っていうのはすごくその、まあ、政治的にですねいろいろ言われてる人で、例えばあのオバマ大統領の再選時には敵のですね、その、ライバルの共和党側 の, そのロムニー大統領候補の応援演説をしてるんですよね、はい、だから共和党側なのかって言われるんですけども、はい、でもイラク戦争に反対してるんですよこの人、うん、そうでしょうね、この映画の趣旨からしてもね、うん、てか直接僕は聞いたんですけど、とにかくイラク戦争には反対だとはっきり言ってました。アフガン戦争にも反対だったと言ってました。でアフガンに関してはそのどうして反対かっていうと、アフガンに攻め込んでその支配に成功した国ってないんだと、うん、イギリスもロシアも結局ソ連も結局アフガンを征服できなかっただろうと、うん、でだからよくよく調査して攻め込んだのかっていうふうにイーストウッドは言ってましたね、うんうん、で僕はね、私はね、映画を作るときはものすごく調査するんだよと、うんで例えばその父親たちの戦場記って映画を作るときにずっと調査しているうちにその、敵であるその日本軍の、守備隊っていうものに興味を持ったんだと。ほう、
それどんどん調べていくと彼らは全員がもう全滅することは分かってて戦おうとしたと、うん、でしかも彼らはバカじゃなくてすごくインテリもいてアメリカで勉強した人たちもいたと、うん、中に2人もいたんですね、うんうん、でそれなのになぜ彼らは死を選んだんだろうと、うん、いうことにものすごく興味を持ったんで徹底的に調べて硫黄島からの手紙っていうあの日本兵側の視点で書いた硫黄島の物語ももう一本作ってるんですよ、はい、うん、そういう人なんですよ。だから調べて徹底的に調べていくと戦争なんかできないんだって言ってるんですよ、うん、そうだって実際にこのねそれが今なお続いちゃってるわけですもんね、うん、今なおイラクアフガンは終わらない感じなんです。それでイラクの大混乱というものは結局あのアイシスっていうその、はい、イスラム国というのを生み出したわけですよね、はい、アメリカがそこに攻め込まなかったらイスラム国なかったんですから。うん、あそうだよな。だから結果としてこんな結果を生んじゃってるわけですよ。本当そうですよ ね。だからイーストウッドに聞けばよかったんだと思いますけど、うん、ね、一回ねそのなる前にコメントを言ってちゃうイーストウッドに聞いてればよかったんだと思いましたけどね。だからね、イーストウッドって人はね、右とか左とかね、いつもね、うん、両方からね、うん、自分たちの敵だって言われてるんですけど、どっちでもない人でね、なかなか面白い人ですよ。うん、決して戦争賛否ではないと。もう、もう84歳ですけどね、この間離婚されたんですけどね、離婚原因が女性問題だっていうのもすごいなと思いましたけどね。たくましい。そうだったんですか。84歳ですごいです。もう子供そこら中作ってる人ですから、この人ね。もう何回も何回も結婚してる人です。その辺はすごいなと思ってね、大したもんだと思いましたけど。そうですね。はい。そっか、だから、ね、変にこう、どっちかっていう風に見に行かないで、うん、ちゃんとこうフラットに感じたものを感じるように見たいんだ、はい、中道でね、どっちにも偏らずっていう、うん、でね、僕ね聞いたんですけど、実はこの160人以上殺してる人でオーディ・マーフィーって人で200人殺してる人いるんですよ、第二次大戦で、うん、その人200人殺して英雄になってアメリカで俳優になったんですけども、やっぱり ものすごい PTSD に苦しめられてるんですけど、その人と若い頃イーストウッド会ってるんですよ、そういうこともいろいろあるんだろうなと思いましたね。それで、まあ、彼の一番有名な映画で許されざる者の中でイーストウッドが言う一番そのいいセリフっていうのが一番重要なことで、彼はこう言うんですね。人を殺すっていうのは地獄なんだよって言うんですよ。うん、それがイーストウッドの映画のテーマなんだなって思いましたね。許されざる者のセリフです。なるほど、はい、関してあるテーマ、はい、そうですね。あ、そのセリフを聞くと、はい、分かりますね、はい、そうか。でもそれはまたという映画が、まあ、アメリカのスナイパーですね、はい、受け止め方がいろいろっていうのもちょっと不思議な話でした、ね、まあ、見れば分からないなと思いましたけど ね、はい、はい、今日はですねアカデミー賞6部門のノミネート作品アメリカンスナイパーをご紹介いただきました。日本では2月21日